ウラル・アレクシス・ジョンソン・ユー・アレクシス・ジョンソンは、アメリカ合衆国の外交官。中地コスロバキア大使、中大大使、中日アメリカ合衆国大使、政治担当国務次官などを歴任した。ファーストネームはユーラルだったが、本人は一貫して、セカンドネームのアレクシスを用いていた。カンザス州、ファルーン出身。1931年オクシデンタル・カレッジ卒業。 ジョージダウン大学での研修期間を経て国務省に入省。日本語を専攻し、1935年に語学研修のため初訪日。日本統治下の各地を転任した後、法天副領事として太平洋戦争の開戦を迎え、1942年帰国する。終戦後は占領軍司令部勤務を経て、1947年より横浜総領事。 1949年から1951年まで、北東アジア部次長、1951年2月4日より、北東アジア部長、1951年11月30日から1953年まで、極東担当国務次官補代理。朝鮮戦争の急戦交渉に従事した後の1953年10月、中チェコスロバキア大使に抜擢され、 1955年から1958年まで、ジュネーブで開催された、米中大使級会談の米国代表を担当した。1960年代は、各地での大使館勤務、ケネディ、ジョンソン両政権下で、国務省本省の政治担当国務副次官補、政治担当国務副次官などを歴任。1965年3月には、サイゴンで、 暗殺未遂事件に遭遇している。1966年7月25日、エドウィン・ライシャワー大使の公認として、中日大使に指名され、11月8日に日本政府に信任される。当時は局長級の時間補が各国大使に部任されるのが一般的だった中で、異例と言える副次官経験者の就任だった。中日大使時代は、 経済大国としての地位を確立しつつあった日本との関係調整にあたり、小笠原諸島返還、沖縄返還の実務レベルでの交渉に努力した。生え抜きの外交官として、静かなる外交の実行者を辞任したが、同時に、ライシャワー時代に促進された大使館レベルでの日米の知的交流を維持することにも注意した。1969年1月、ニクソン政権で、 政治担当国務次官に就任。国務省における生え抜き外交官のトップとして、ホワイトハウス主導の外交政策を意図したヘンリー・キッシンジャー、国家安全保障問題担当大統領補佐官との間で激しい権限争いを行ったと言われる。同時にキッシンジャーは国務省を切っての日本専門家であるジョンソンに一目置き対日政策のブレーンのように扱ってもいた。 1973年2月から1977年1月まで第二次戦略兵器制限交渉米国代表を務めた後、国務省を退職。1984年2月には日本政府より君一等局実大受賞を授与された。1997年3月24日、肺炎で死去。日本専門家で日本との関係は緊密だったが、 海想録で日本を敬服するが日本に恋をしたことはないと記しているようにライシャワーとは違って日本とは一定の距離を保っていた。その一方でニクソンとキッシンジャーによる頭越しの米中接近には日米両国の信頼関係と国益を損なうとして批判的だった。トルーマン、ケネディ、ジョンソンの各大統領図書館には オーラルヒストリーとして収録された彼のインタビューが収蔵されている。ありがとうございます。